フリードリ・ヒビル・ヘルム・アルゲランダーは、ドイツの天文学者である。最初の近代的製表、盆僧天製表を作成した。精密な変更母子観測を行った、最初の観測者であり、変更母子命名法を決めた。当時プロイセン王国に属していたメーメルに、ドイツ人の父親とフィンランド人の母親の間に、生まれた。ケーニヒスベルクで、フリードリ・ヒビル・ヘルム・ベッセルの下で学んだ。 1822年から1836年まで、フィンランドのトゥルク、ヘルシンキで天文台の所長を務めた後、ボンに移った。ボンに、新しい天文台を建設したフリードリヒビルヘルム4世の援助を受け、アーダルベルト・クリューガー、エドアルト・シェンフェルトと共に、ボンソー転生表を作成し、1852年から1859年に出版した。 南半球の星は含まれていないが、324,198の星の位置と等級を記録したものであった。写真観測が使用される前の最後の製表である。1863年、王立天文学会ゴールドメダルを授与される。この年、国際的な天文学者の組織アストロノミシャ、ゲゼルシャフトを設立した。小惑星アルベランダーは彼にちなむ。ありがとうございます。